まあなんか、あと気になったのはですね、この夕刊フジにその載ってたのが、ついに小沢新党ができるって70人規模のね、小沢70人新党結成を決断って書いてあってですね、ほんまかいなと、なんかこれ鈴木哲夫さんの、なんかリポート記事なんですけども、まあでも、ありえなくはないかなと、やっぱこのところですね、やっぱこう、新党絆ね、なんか、何、数を通に変えたみたいなね、そのどうでもええわような話があったりですね、あと鈴木宗男の新党もですね、まあこれどっちも小沢グループの議員がね、いるっていうことで、まあこれは、まあそういう新党ができてもおかしくない流れかなとは思うんですけども、ただ僕はやっぱり、それもちょっと怪しいかなと思ってるんですけどね、やっぱりその小政党ですから、どっちに新党がいくつもできてもね、それで、なんていうんですかね、こう、影響力が、出せるかって言ったらね、僕は難しいと思うんで、これも僕はやっぱりその、観測気球の一環というかですね、野田おろしの一環かなと思うんですね、駆け引きのね。だからその自民党が不信任を出してきたら今度は乗るみたいなことが書いてあるんですけども、まあそういうのも全部ひっくるめてですね、野田、が、消費税増税をね、こう、下ろさないとですね、野田を下ろすぞっていう、そういうそのポーズかなと思うんですけどね。だから小沢の本心っていうのは、この新党でどうこうっていうよりも、やっぱ野田を下ろしてですね、その小沢民主党っていうのをね、作るっていうのが、大きな目的なんじゃないかなっていう感じはするんですけどね。まあどうかわかりませんがね、なんか3月にもなんか小沢新党を結成するって一応書いてあるんですね。そういう決断をしたっていうね。まあでも、まあまあなんか、だから言うとね、その野田内閣が本当おかしいっていうね、その話のね、消費税増税突っ走ってるっていうのがね、ただ僕でもね、その小沢一郎にもその懐疑的っていうかね、怪しいなと思って、てるとこがあってですね、それはやっぱりその、元小沢一郎の腹心だったね、藤井博久という方ね、これ元大蔵省の官僚なんですけども、財務省のね、まあ、その方が今の民主党の税調会長になってですね、消費税増税するんだということを言って、この野田内閣は消費税増税に突き進んでるっていう、面があるんですよね。今はその小沢と、田本を分かった、分かったみたいなね。西松事件でっていう、なんかそういう経緯があるみたいなんですけども、ただやっぱりその小沢のもともと腹心だったですね、この藤井さんっていう方がね、そんな簡単にその小沢と真っ向からその反発できるような、消費税増税っていうのを掲げるのかなと。言ったらですね、かなり僕はね、おかしいなと思うんですよね。だからその民主党政権が取った時も、その藤井さんという方は、財務大臣になったんですけども、これすぐ辞めはったんやと思うんですけど、それだってその、小沢の呼びかけに応じて大臣になったわけで、そういうことから言ってもね、僕は本当小沢一郎がね、その消費税増税に反対だっていうのが、どこまで本心なのかなっていう、そういう疑いっていうのはね、僕は持ってるんですけどね。だから、これは単なるですね、その、野田総理と小沢一郎のこの権力闘争の面の方が、僕は大きいんじゃないかなっていうね、そういう面はあるんですけども、ただやっぱりその消費税増税反対するっていうのはね、僕は当然であってですね、やっぱり僕はその、消費税増税しようという、野田内閣よりはですね、反対しようという勢力がね、やっぱ大きくなった方が、僕はいいと思うんでね、まあそういう意味ではその小沢新党、っていう報道っていうのがね、なんか出るっていうのは僕はいい、まあいいことなんじゃないかなと思いますね。十分揺さぶれるというかですね、まあただなんかその、税となんか社会保障の一体改革の協議にね、なんか社民党とか、立ち上がる日本とかがなんか参加するとかっていう話も、出てたりとかしてね。だから、まあ、消費税増税に賛成ではないんでしょうけどね、社民党とかもね。だからその辺がどうなんのかなっていう話もあったりとかしてね。まだまだわからんと。ただやっぱり、分かってるのはですね、今、その景気が悪くてね、震災復興だとかって言ってる時に、
しかも震災で倒産がね、いっぱい出たとかって言ってるときにですね、消費税増税したら、景気が悪くなるのはですね、これ当然見えてるわけでね。それでとか民主党もですね、選挙したらね、負けるっていうのは分かりきってるわけですから、どうしてそういうとこに行くのかなっていうね、なんかそういう疑問はあるんですけどね、ほんと自殺行為としか思えないなと。だから小沢一郎が必死になってね、大阪の、橋本市長のね、維新の会と連携するポーズみたいなの見せてたりとかですね、それはそういうふうに必死になるのはね、僕は当然だろうなと思いますね。だから本当なんか無駄をなくしてからね、なんか消費税増税考えるとかって民主党は盛んに言ってたはずなんですけども、なんかだんだん増税しようっていうのが近づいてきたらですね、そういう無駄をなくそうっていうのを引っ込めてしまうっていうのがね、もうすごくおかしいなと思いますね。だからその象徴がですね、ヤンバダムの建設継続っていうね、だ全然無駄省いてないやんっていうね。だそこがね、僕はおかしいと思うんですけどね。まあだから、まあどうなるかわかりませんけども、やっぱり3月に向けていろんな動きがあるんじゃないかなって思うんですけどね。